ますね。はい。始まりました、表裏聞かせてチャンネル。はい、はい、MC の大川桃井、そして、はい、水さんこと大塚水江です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。というわけで今回、はい、ね、こういった形でなかなか、っていうか僕初めてズーム越しじゃない姿で生きてた。私もう1年間会えてなかったから。そうですよ、びっくり、生きてた生きてた。全然実体がない、体ないかと思ったもん。ずっとあるあるんだ。同じです。で、うん、今日なんでここでね撮っているかというと、わけがあるんです。わけがあります。じゃあそのわけも後からお話伺うとして、そうしましょう、もう読んでみましょうか。そうしましょう、読みましょう、いきます。今回のゲストはこの方です。お邪魔してます。はよん、金井美香です。はい、よろしくお願いいたします。でもね、この間たまたまね、水江ちゃんと仕事がね一緒でスタジオでばったり会って、いつもやってるよねみたいな話になって、こちらなんかとね、はい、一緒にやってたから。そうなんですよ。みんな今 YouTuber って偉いなって言って、そしたら見てくださいよ、全部見るよ。いや、もう嬉しかった。ほんとありがたいと思って、いやいやいや、じゃあもう今見ます、 LINE 交換を。知らなかったね、うん、嬉しい。それで、うん、どうしてこういった形でここでね撮ってるかっていうことの、そうです、はい、ちょっとご説明を、はい、ここはですね、うちの、はい、母が売っている田上達也といいまして、はい、昔で言うとお化けの九太郎の京都とか、はい、細松くんのちびたとか、はい、花のビュンビュン丸のビュンビュン丸とかをね、はい、やってって、まあ私たちで言うと先輩野沢雅子さんの私なんですけれども、うん、みんな真子さんとかみんなここに来てくれるママのお店なんです。なるほど。パブアテレコと申しましてですね、はい、私が高校1年生の時から喫茶店で始めたのは40何年、年バレちゃったで、今はパブという形になって、うーん、そう、今も緊急事態宣言中もちゃんと8時まで、今9時までになりましたけど、きっちり守ってね、はい、やらせていただいております。うん、ランチもやっております。うん、はい、ぜひぜひ、ぜひぜひ、はい、マスターも私の実の弟をやってます。そういうことだったんですね。そうでした。なるほど。偉そうな感じのは、いやいや、ここなんですよ。全然なことなかったけど、それとは存じ上げるというか、唯一 の業界じゃないのがうちの弟だけなんです。そうなんです ね、 ね、だから業界の人もちょろっとたまにいたりもしますもんね。そうそうそう、もうみんなちょいちょい来てくれね。あの一番最初に出てくる、この動画に出てくれためぐちゃん、那須めぐみちゃんが、はい、はい、すごいずっとあの促進時代ずっとお世話になってたって。もうね、そうなんですか、めぐちゃんね、ずっと一緒で、うん、もうほとんど毎日一緒飲んでる。なんかそう、はい、飲み明かしてるみたいなイメージあんまりなくてちょっとびっくりってこと。本当？昔は飲んでます。あ、そうなんです。ちなみに美香さんは飲み明かしてるんでしょ？飲み明かしてますよ。っていうもの。今はコロナ前はお家でですけどね。うん、ないけみんな強いです。そうです。ママが一番飲まないから。パパもお偉いさんなんですよね。そうです。パパもフランスイメンザーで放送の活動をやってて、プロデューサーで、ね、制作もやってたな、はい、そんな例えばそういうサラブレッドの中で生まれて、うん、どうして、ね、でもね、やっぱり劇団青年座の中で育った子だから、いっぱいママとパパがいる。誰かしらがうちにもいっぱい劇団員がいて、美香さん青年座出身、出身じゃない、私はもう劇団に入るわけがないじゃん。そんな恐ろしい。だってさ、もう何もかも知られてるよ。なんかね、いっぱいの中で育ってるから、人が大好きで、いっぱい人がいることが安心するから。行きたいこといっぱいあるでしょ。初対面。そうなんですよ、ね、さっきちょっとご挨拶させていただいて、ね、遠く、ありがとうございます。難しい感じの遠く、そういう僕だとイメージはもう晴れ豚なんです。晴れ豚を、ピンクの豚、はい、そうです、そうです、そうです。絵本から読んでましたし、そこにあるんですよ。あ、そう、なんですか、ちょっと連れてくるね、晴れ豚。あ、すごい、本ちゃんそんなところに、これね、なんか当時晴れ豚のなんかはスタッフの人にもらったんですけど、はい、はい、どうぞ。いいですね。すごい。そう、すごい。あれでね、そうなんですよ。南美美ちゃん、はい、ジーさんのところね。そうなんですよね。あの南美美さんもこの動画出てくださったとか、うん、その時に僕も、うん、そう、だから絶対この話したいなと思ったんですよね。南美美ちゃんは本当に上手。だから上手っていうのも言うからね。男の子やっても女の子やってもね、上手、上手っていうしかない。だけど本当にスピリチュアルな子だよ。そうですね。その話伺いましたね。だってね、おみちゃんと歩いてて、やっぱり、それだ。うん、あの子ついてた。
大丈夫です。怖いです。以上、以上だってことで。でも話してくれたんですね。そうだと思う。のんちゃんともすごい長い付き合いで、いろんな番組一緒に話してもらってるから、何も変わらないよね。ずっと細い。でも、そんな変わらない。ちょっと私聞きたい。どうしたらこんな変わらないんだろう。でもどんなに呼ばれてもすごいコットンあちこちに散らかってるのに、お化粧を落とす、そこが癖で。そう、こんなこと言うのも失礼かもしれないんですが、本当にあの美香さん本人もそうですし、お母さんも肌がねめちゃめちゃ綺麗なんですよ。ママね、化粧落ちちゃいましたね。お母さん内緒にしてるかもしれないのに。もしあれだったらなんか、ちょっと来てもらえます。そうだね、お母様、ママ、せっかく今あのママ話を、ママ、ママ、この僕のいる、いるわよ、会いたいな、お母様、いたいな、ちょっとママお願いね。ジンタイプ飲んでるのよ。あれ飲んじゃってる。立ち位置に飲まなきゃいけないから、ちょっと自己紹介して。はい、え、どこに、あのカメラに。あれ私映ってんの？映ってます。いやこういうなんかあの最近のものよくわからない。最近のものって本当誕生日も一緒、血液型も一緒で、だから占いでしょ。いやいや普通じゃないですよ。そうだよね。すごいです。占い本とかも全部一緒のとこ読むっていう嫌だなと。え、どうですか、でも似てらっしゃるんですか実際。似てないです。あれあれ、私の本がなんていうの、あの純真、あの素直、優しい。年取るとこうなっちゃうんですよ。皆さん、ね、皆さんのお母様たちもそうでございます。かわいい。野村美智子さんとか、はい、のこさんとかね、野沢のこさんとか、ね、皆さんみんな若いし、本当にご飯食べてたりもするしね。だから長いでしょ、作られたんですから。100年ぐらいそんなにでもまあね、50年ぐらいあるからね。なるよね。もっとなの。もっとじゃん。あのね、もうなんだろう、みんな子役だから、中尾流星さんの竹尾智春さんだったり、みんなデビュー当時、マッパのなんですとか、ママミさんとか、モールさんとか、みんな若い頃からママミさんを仕事にする。私だけなんか年、もっと上だったの。そうでしょうね。お互いにお互いをどう思われてるのかをちょっと知りたいな。せっかくお二人出てもらった。ママ、もうめんどくさいですよ。めんどくさいけど、でも、何があってもママだから、もういろいろ仕方がないなと思うし、だってなんか家族だし、弟とね、うん、3人しかいないから、うん、例えば、まあ、みんなで生きていくしかないなと思う。この年になればね、親に対する思いとか、今もっとしみじみ思うのね、ほんとね、あの、自分がね、親に優しくしなきゃいけない。ママのママが大ママって言って、みんな結構みんな業態の人もしてて、みんなで麻雀やったりしてて、私もなんかほとんど大ママに育ててる。そんなことだから、甘やかしたら嬉しい。おばあちゃんは優しい。おばあちゃん優しい。ほとんどいませんでした。親子漫才みたいな。面白すぎる。本当に面白くて。それを言われるといなかったみたいなとこをね。でも声優始めるって時はどう思われたんですか。全然ないよ。まああのほら、私が面倒見ますから大丈夫、こんな子で大丈夫でしょうかってね。そうだって大村美智子さんですから、美智子さんとかちょっとやってみない、そんなのやってみたいな感じで。でも舞台とかやってたから、ぬるっと、ぬるっと。で最初は舞台、そうです、舞台から映像とかやってたから。じゃあ心配じゃなかったですね。もう全然心配しない、心配しない、大丈夫かなっていうのだけ心配。途中でやめたなってね、嫌だからこういうの縛られてなんてさ、言い出すじゃないかなって。ちょっともうそれだけです。でもこれだけもうずっとされてね、好きなんですよこの仕事が。そう、一番性に合ってます。そう、私すごい声優の仕事好きだな。幸せですよ、好きな。そうだってね、楽しいし。そう思えた瞬間って、オーディションがババババってそんなに人がうまくいなかったから、受けたのはほとんどなんかやらせてもらえちゃったんだ。すごい、本当に時期が良かったね。いや、今だったら、時期だけじゃないと思いますよ。今だったら養成所も受かんないから。いやでも今の子本当大変ですよね。今の子は今の養成所、今の子たちと一緒に養成所受ける人は落ちる。そんなことはないと思いますけど、でも本当に今の子大変だと思うんだから。そこから、あのほら、スケジュールとか調整が難しくなってきて、当時忙しかったんだよね。そうかな。
ゃん。あんまり忙しい。だってママ何をやってるか全然知らなかった。そう、あんまり知らない。でママに何やってるって言わないから、ねえあんた一体何やってるって今もわからない。でもこれぐらいの放任の方が居心地よくないですか。だって何にも気にしない。うん、でママこの辺で一応向こうにもほら普通のお客様です。よろしく、ありがとうございます。またもよろしくお願いします。しかし、ちょっともう一つ。あ、どうぞどうぞ。YouTube ってどういうそこからどういう説明してください。説明しよう。どこに、ママはね、見れないの。見れないの。いや、そんなことないですよ。ね、ママスマホで見れるけど、まだそこは無理なの。私の、あの iPad で見せます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、大丈夫です。カウンターの方へどうぞ。ありがとうございます。ちなみにごめんなさい、あのじゃあ最初は本当にお芝居やろうっていうのも生まれた時からじゃないですけど、全然全然本当にもう私絵を描くことで美大みたいなことになんかすごい大変そうだったということで、どうしよう今から何時間に合うと思ったら、すごい投稿を受けてみようみたいな。パパは知らなかったママに、あいいんじゃない、あとじゃあ私の後輩になるのに、今度俳優座の養成所で、その流れの投稿。あ、でも縁ですね、じゃあね、うん、でもそれはお母様の影響はなかったんですか、こう頭によぎったりとか。ちっちゃい時からみんなほら舞台に出たりテレビ出てる人の中で育ってるし、はい、声優さんとかだから親御の病産地で遊びに行ったり、ちっちゃい時から普通にしてるから、でも私はやらなくてもいいんでしょって思ってた。うーん、大人になってとか、まあ、大学行った時に、まあ、それもちょっとやってみて、やってみようかなと思って言ったら、あ、意外と面白いと思って、 でも声の仕事やるつもりがあったわけじゃないんだけど、でもなんかやっぱり舞台とか出てて声の仕事に似てじゃないとかって言われて、そうかな、そんな感じ。いやだってもう美香さんの声はね、もうどう考えたって逸材だからね。やっぱそれは変な声って言われて、大学の時に声楽の授業とか南香が来るんですよ。で、その声楽の先生に、みなみさんとかなえさん残りなさいって言って、もっと大人の声出したら騒いって言われて、そうそう、だってね、ママたちこんな声だよね。その二人が結局ね、今や残ってるわけでございますからね。めちゃめちゃ仲良しです。あ、そうなんですね。中高の親友にって言って、で、香り、香りと大親切。どういうことですか。どうも、あの、出てくる名前がちょっと。そうなの、本当に周りがすごくで、香りとはずっと6年間私立の女子校だったんだけど、6年間交換日記やつがいっぱいあるんですよ。ちょっとそれは、もうゆくゆく出版されたらどうですか。香りが、ポリーガーデンっていう本を書いて、その主人公がカホって書いてあった。ねえねえ香り、なんでカホなの。あのね、これもし映画館になったらね、みなみかほさんにやってもらいたくてって言って、マジで私の大学の親友って分かって言ってるって言ったら、え、そうなのってなって、紹介してってことになってて、かほも、私も紹介してほしいみたいになって、カオがランダストーリーっていう雑誌があるんだけど、3人で対談しないってなって、結構好評だったの。ただその後もう撮影の後も3人でまあ飲んでで、その後今度またカオが、ね、僕らの時代に3人でって話があるよって言って、じゃあいいねっつって僕らの時代って出られたんですね。うわ、それじゃあげなくて、うわ、それじゃなかった。なんかすごい方の周りすごい硬さがあるんですけどでもやっぱ感性が合うんですかね。なんかあんまり全然違うから、なんかおもろってお互い思うってことですもんね。最近はなんかやり取りとかなさってますか。うん、だからカホとカオリとはたまに会って、美味しいワインを飲みたい。そんな時期だからちょっと何かお茶行こうって、ちょっと今会えますので、メール一回なんか3人で飲んでる時にケンユーさんも乱入したことがある。なんですか、その愛は。すっごくおもろ。たまたま近所なんで、ケイユーさん、近所に来るって言うと、どこ来てくれる、ドリキだ。ケイユーさん、面白いって言われてた。言われますよね、面白いですもんね。レアなエピソードだらけですけど、ちょっと話変わるんですけど、今声優になろうとするとちょっと大変そうだって話。大変そうだっていっぱいいるじゃん。だってそんな養成所もいっぱいなかったし。
し、アドバイスするとしてどんなことをおっしゃってらっしゃるんですか？そうですそうです、これから声優になりたいって方とか、そういう、大変だよね、大変だと思うし、でもなんかほらやりたい気持ちがあればさ、なんか願いを叶うと思うのと、ただまあ人数がいっぱいで、でもその分ね、アプリとかね、仕事ももっと私たちにできなかった仕事がいっぱいあるから、きっとチャンスはいっぱいあると思うので、ね、いっぱい本読んで、ね、いっぱいいろんな作品を見てください。それがいいと思う。今いっぱい本読んでっていうキーワードが、うん、そう、いっぱい本読んで、やっぱさ、読解力とか大事ですね。やっぱさ、こう台本ってさ、書かれてる部分とさ、トガキってあってね、上にこう説明してあるんだけど、はい、その読む力がないと状況が、絵がなかったりね、そんなこと言ったら本当監督たち申し訳ないんですけど、読めないとできないから、国語の授業じゃないけど、一体この文章の中に何を言いたいのかとか、やったでしょ、そういう国語の授業は、ね、はい、国語授業も難しいで、今友達と子供のドリルとかやると、こんな引っ掛け問題みたいな、そうですか、小学校5年生とか超難しい、引っ掛かる、引っ掛かっちゃうんですか。そうだから、まあ難しくなってる、言葉も難しくなってるけど、みんなでそうはやってる、ありがとうございます。このチャンネルですね、その声優の卵をこれから目指したいとか、養成所入ろうとしてオーディション受けてるんですって方もいっぱい見てるんで、うん、あ、そうなんだ、頑張ってくださいこれ頑張っちゃいますよ皆さん、ね、頑張ってほしい。というわけで、まだまだ話を伺いたいところなんですが、はい、あの一本にしか動画できないっていうことで、うん、そろそろお時間かなと思います。はい、また来るよ。あー、すごい。ノマの配信もやってたりするんで、もしよければ質問とかがありましたら進めてくれれば、おお、じゃあぜひやっと出ていただけるかもしれないね。答えます、答えます、機会が実現するように頑張っていけたらと思います。はい、というわけで今回は、皆さんのお母様のお店パブアテレコからお送りいたしました。で今あれですよね、日暮らしの泣く頃にで佐渡子がちょうど出てた、佐渡子もうね、ほんとすごい振り幅のある役で、僕も大好きなアニメなんですけど、ご覧いただけますし、他には何か宣伝とかもしあれば。大丈夫です。あの、はい、ツイッターとか見てください。あ、はい。じゃあツイッターは概要欄に URL 貼っておきます。はい、ぜひ。まだね、話したいこと、本当にチャーリーとチョコレートポーションとマイオレットの話とかも。チャーリーチョコ、チャーリーチョコの話。チャーリーチョコ、紫だごめんなさい、私見てた、見てた。マモが、ミアのマモが。はい。そうですよね。日高のりこちゃんとか山口監督一緒で、みんなで子供たちをやりました。すっげー年齢高けーな。楽しそうですね。楽しかった。楽しそうな話とかまだまだ伺いたい話あるんですが、ちょっとこれ次回をこう、何でしょう、願ってまた撮っておきたいと思います。はい、はい、というわけで今回楽しいと思ってくださった方、高評価そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、コメントもよろしくお願いします。お待ちしております。というわけで改めまして、今回ゲストには金井美香さんに、来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。今美香さんを待ってる間にこんなおもてなしをしていただきましたよ、アテレコさん、ありがたいですね。皆さん何だと思います？何でしょう。実況の人、食レポしてください。本当に仲間で味が染みてて、今笑われたから喋る気なくなりました。いいえ、お願いしますよ。実況の人、食レポお願いします。